皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はいや、もう最近めちゃくちゃ暑くないですか？暑いのに晴れてないっていうね。で、私暑くてアイス大好きで、アイス作るおもちゃとかないかなって調べてみたら、こちら見つけました。じゃん、トイストーリー4のアイスキャンディーメーカーです。なんとこちら、トイストーリー4のキャラクターのアイスが7種類も作れちゃうんですよ。で、中のなんかスプーンとかもフォーキーなんですよ。やばいですよ。じゃあ早速今回こちらで美味しい美味しいアイスを作って、最後に音フェチをやりたいと思うので、ぜひ最後まで見てください。こちらのお値段は、約3000円くらいでした。で、アイスが、バズ、ウッディ、ボー、リトルグリーメン。で、フォーキーにダッキーとバニーが作れるの。棒付きアイスキャンディーは4つで、あとは普通の丸いなんか、アイスですね。中に入っているものはこちら。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛いんだけど。待って、やば。スプーンがフォーキー。めっちゃ可愛くない？ちょっと見えづらいと思うんですけど。で、あとアイスの棒が4本。しょ。そして、こちら、型。バズと、リトルグリーメンと、バニーとダッキーですね。で、もう一つの型は、ウッディとボーと、フォーキー。フォーキーマジ可愛いんだけど。最後が、これは、フルーツとかを潰すやつです。で、柄がね、めっちゃ可愛い。トイストーリー4に出てくるキャラクターが書いてあります。で、取扱説明書です。作り方が書いてありますね。で、ここにもね、いろいろな作り方が書いてあるんですけど、私オリジナルにしたいんで、今回作るアイスはまずオレンジと、あとグレープ、そしてスーパーカップとオレオで、みかんで、最後はプリンです。で、こちらのプリンなんですけど、なんかちょっと結構前にプッチンプリン棒刺してアイスにした時あって、めっちゃ美味しかったんで、まあ久しぶりに試しに作ってみようかなと思って買いました。ミニプリンです。ミニの方がやりやすいかなと思って。はい、じゃあ早速作っていこうと思います。じゃあ、めっちゃ簡単なんですよ、作り方が。まずこの中に、これ多分私オレオの時しか使わないかもしれない。まずみかんの缶詰開けます。スーパーカップはもうその最後に作ります。ちょっと溶けてほしいんで、やりやすいようにそのまま置いときます。オレンジアイスから作っていきます。説明書にはみかんの缶詰潰してから入れるって書いてあるんですけど、潰さないそのまんまのみかんの方が美味しいかなって思うね、私好きなんで。あ、じゃあ一つは潰して、一つは潰さないでやろうかな。はい、じゃあまずはリトルグリーメン。ありました。で、さっき気づいたんですけど、この黄色い棒を全部反対にしてしまいました。
穴が開いてる方を下にしちゃって、こっちの柄が書いてある方を中にしちゃったんですよね。まあ今さっき全部直したんですけど、皆さんもやるときは注意してください。じゃあめちゃくちゃ長いんですけど、3時間から5時間冷やしていきます。はい、4時間以上経ちました。はい、もうめっちゃ固まってるね。こんな感じでもう完璧に固まってます。はい、じゃあ取り出してみましょう。バズから、お、スポット取れた、どうだ、じゃん、おお、見えづらいけどちゃんとバズの顔がなってる。すごい、見えますか。ここに置いて、あ、もう溶けてきてる、やばいね、急がないと。じゃあ次リトルグリーメン、え、無理そう、あ、無理だこれ。できなかった、え、無理だったんだけど、これしか取れなかった。つまようじ、いけるいけるいける、頑張れリトルグリーメン。じゃあちょっと置いといて、プリンいきます。あー無理そう、プリンも、あ、いけた、あ、あ、ちょっと汚いけどダッキーができました。もうカラメルソースももうやばいですね。はい、じゃあ次バニーの方、あ、あ、あ、いけたいけたいけた、いくよ、じゃん、お、綺麗綺麗、見て綺麗、これは綺麗、おーいいね。よし、問題はこっちですよ。あ、いけるいける、あ、あ、いけたいけたいけた、いいいい、せーの、じゃん、おー、かわいい、ちょっとぶどう混ざっちゃったけど、リトルグリーメンです。あー、よかった。よし、次、じゃあウッディいきます。お、お、お、き、あ、え、かわいそうなんだけど、なんかウッディ見て、帽子の部分だけ綺麗に取れてる、やば。じゃあ残りは、あ、取れた、つけられるかな、ギリギリいけんじゃない、はい、できた。じゃあ次はボート、フォーキー、残り、あ、無理だこれ。無理だ、クリームだからかな、あ、溶けてる。これは残念ながら多分無理だと思います。フォーキーも無理ってこと、あー無理ですこれ、残念。あー、フォーキーとボーがバイバイ、残念。でも他はできたんで良かったですね。やっぱアイスのクリームはダメだったのかな、氷じゃないから。はい、残念。じゃあ、あの最初に言った通り、音フェチをしながら食べてみます。じゃあウッディ、割れたウッディ。はい、じゃあマイク持ってきたので音フェチスタート。イヤホンで聞いてみてください。ウッディ美味しそう、いただきます。はい、終わりました。もうイヤホン取りましたか。よし、はい、ということでね、今回は新しく発売したトイストーリー4のアイスキャンディメーカーでアイス作ってみたんですけど、まあ、ボーピープと
フォーキーは残念だったんですけど、まあしょうがないですね。今度はちゃんとしたジュースでチャレンジしてみたいと思います。はい、この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。りくチャンネルでした。バイバーイ。